バカを言うな。それでことが収まると。責任は私が取る。出なければ申し訳が立たないではないか。何を揉めている？メリア様、お帰りなさいませ。何か問題でも起きたか？いえ、大したことでは。実は少々困ったことになりまして。おい、勝手に。きちんとご報告するべきだ。さらに不始末を重ねるつもりか？どういうことだ？先日、同胞のアグヌス兵と小競り合いが起き、アイゼルが応対したのですが、その際。不手際などない。メリア様を侮辱されたのだ。だが攻撃する必要はなかった。傷つけたのか？威嚇のつもりでした。打ち倒そうとしたのだな。いえ、命の日時計もないのに。日時計があるから戦いが起きるのではない。火種は常にそれが分かったから、そなたも青ざめたのである。事情はさておき、恨みを買ったのであればこのままでは進まないだろう。ご懸念の通り、その後彼らは。申し訳ありません。かくなる上は全ての席を覆い、必ずや彼らの目的をくじいてみせます。ならん。命を落とすなど簡単に言うものではない。同胞を失うのはもうたくさん。メリア様、言ったであろう。そなたたちはこの件はアグヌスの重臣と直接話す。そなたは少し他に滞っている仕事はあるか？二つほど支援要請。コロニーナインと。コロニーナイン？はい、先般のオリジンによる攻撃で。もう一つはモニカさんからシティ遺門についてのご相談。ウロボロスの末裔たちか。これまで随分と苦労をかけてしまう。でもやっとこうして本物の女王と話せる。きっとみんな喜ぶと思うよ。そうだな、会って話せるというのは。メリア、すまない。皆にはまた手間をかけ。ケベスとかアグヌスとか。この世界のことは私らみんなで。そう言ったのはメリアだろ？そうであったな。そなたたちには本当に。メリアは時々すごく寂しそうに笑う。まるで一人ぼっちみたいな。んじゃ急いで回ろうぜ。コロニーナインとアグヌスのキャッスルだよね。皆様どうか。癒しの力を求めるだ。手を貸そう。すまない、助かり。あなたは。これでいいだろう。そなた動けるか？はい。メリア女王、わざわざ来てくださった。民の窮地に駆けつけずして
何のためのオーク。遅れてすまなかったな、ゼオン。状況を聞かせてもらう。ねえ、あれ女王様じゃない？マジで？本物？持ち場に戻るんだ。失礼いたしました。オリジンの攻撃によりアルフェド渓谷入り口付近で落石が発生、負傷者の治療と現地の調査を行っています。ただ調査隊からの連絡が途絶えてしまい。さっき何か大きな音がしたんだ。また落石があったのかも。分かった、あとは引き受けよう。ユニ、そちらはどうだ。怪我の重いやつは治療した。あとは戻ってからでも。マジか、俺し…そんだけ元気なら大丈夫、すぐ戻ってくるから。いらぬ心配だったな。調査隊の人数は3人だ。うち1人はレウに。瞳に落石の場所を送った。了解。あの、もし兄と借りたものは返しに来るまでずっと待ってるから。必ず伝えよう。みんな大変な思いをさせてすまない。女王様こそどうかお怪我のないように。仲間のことお願いします。名前確かに覚えたよ。血を助け、そのまま動くな。怪我の方もこれで。よく耐えてくれたな、間に合ってよかった。ありがとうございます。もうだ。なあ、もしかしてあんた兄と。そうですけど。よかった、救護テントにいた人が死ん。借りたものを返し。おそらくただの口実であろうが、随分と不安そうにしていた。きっと来るとですね。一家からずっと一緒にやって気が弱いところがあるんです。だから私が見て。そうか、幼さな得がたい仲間というか、特別な元気をもらう愛。互いをよく理解し支え合う。仲間を大切にするのだぞ。はい、ありがとうございます。今の誰かを思い浮かべてた。そういう相手がいるのか。だとしてもメリアはずっとオリジン。おそらく今はもう。関係が変わったみたいだ。足が挟まってる。慎重にどけないと。アーツを使うのは危険だな。俺たちの出番だな。うん、力。これでもう心配ないだろう。ありがとうございます。もう少しだけここで待ってて。関係が変わったみたいだ。しっかりするんだ。2回目の落石が。俺より分かっている。ここを動くでないぞ。周辺の状況を確認してくる。了解です。よし、
これで気を抜くのはまだ早い。えぐられた斜面の勾配がきつく、岩が剥離しやすくなっている。依然として崩落が起きやすい状況に変わり、また落石に巻き込まれてはかなわぬな。速やかにここを離れ、コロニーナインへ戻るとしよう。女王様が戻ってきた。おかえりなさい。ご無事でよかった。落石のあった場所を見てきたが、未だ近日中に斜面に残った石の除去作業を行う。キャッ、そなたたちにも力を貸してもらえるとは。もちろんです。こんな思いは二度とごめんですから。でもこんな思いをしたおかげで私嬉しいんです。見放す。俺たちが女王様にお会いできるのは成人の儀の時だ。どんなに困っても傷ついても。確かにそうだな。今後は改善を約束しよう。あ、不安を解消する手立てとしてもう一つ。ん、申してみよう。これからの軍務長はコロニーの者たちで、死亡や鋼鉄以外の自由でも。それ俺は今軍務長を退いてもいいと思っています。どうして軍務長を辞したいということか。俺は執政官に指名を受けた理由などその程度に過ぎません。しかし新たな生き方を模索する中で。便利な兵士だなんて言うなよ。一生懸命やってきたじゃないか。俺なりにずっと考えていたんだ。ほんと皆に望まれ皆と共に歩めるものが。ゼオン、異を唱えるわけではないが、立場はあくまで器に過ぎぬぞ。ゼオン、器に何を満たすかはそなた。俺が人を形作るのは生まれや資質だけではない。今の思いを忘れなければふさわしさなど。メリア様にもそのような経験があるのですか。もちろんだ。誰しも未熟な時期はある。そなたは自分の気持ちに嘘。どんな未来を描くにせよそなたの納得のいく選択をする。もう一度。そうだな。あんな風に話せるのはきっとメリアも悩んできたから。ならメリアが悩んだ時は、いや、そもそもメリアは。どうしたノア。何でもない。そろそろ次の場所へ向かおうか。としても良い着地を見出さねば。そなたは。話は聞いたよ。って、うわ、皆さんも一緒だったのですか。私の護衛をしてくれていてな、いろいろと助けてもらっている。そんなのこっちも同じだよ。みんなで助け合ってるですもん。そうだな。そうだったのですね。事情はだいたい聞いています。ここへ来たのは彼らの話をすると。その言い方ただの。メリア女王陛下にも協力を依頼し、端的に言えばケベスでもアグヌスで。より正確に言えばアグヌスの兵で。彼らはもはやアグヌスにすら未来への不信から破滅を願うよ。何も信じられないから全部壊してもいい。そんなのって。今のアグヌスとケベスには
共存共栄を望む空気ができつつありますが、全てのものが変化に順応しているわ。今は感情的な反発に過ぎぬが、共感するものが集まれ感化できない波にもなりうるか。そこへ来て今回の騒動、彼らを死最悪の事態も想定した方がいい。最悪って何が起きるですの？女王の命だってね。うまっ。そんな、それも理由の一つではあるが、何、おそらく彼らは抵抗したいのではなく、生き方や考え方を変えるというのは、やはりここは女王として私が、いや、そなたとことを構えたとあっては、ニア殿にはむしろ彼らを迎え入れるよ。あなたという人は。それでそいつらは今どこに？第六浮遊岩礁に身を潜めているようです。マジかよ、キャッスルの近くじゃねえか。同胞のアグヌス兵に混じって接近したんだろう。警戒の緩んだこの状況を利用した、そう考える。ええ、近頃は戦力を増強していると聞きます。案ずるな、荒ごとには慣れて、皆もいてくれることだしな。慣れなくてもいいのですよ。経験は人を強くしますが、痛み、たとえ女王であっても雰囲気が変わった。心得ている。頼んだよ、みんな。関係が変わったみたいだ。どんなアグルスの精鋭もここだけは突破できなかった。コロニーレブンの活躍には頭が下がるが、そら恐ろしくもあるな。しまったようだな。私が相手だ。ありがとう。急所追加。やばい、敵が離れちまった。倒す。ウォーカーストライブ。私が相手だ。助かった。逃げた。やばい、敵が離れちまった。ブラストエッジ。私が相手だ。ありがとう。私の力見せられたみたいだね。無茶はすんなよ、メリア。そなたもな、ランツ。滑っていくぞ。
アグヌスの自立型レウニス。マジでこんなとこに。ニア殿の言っていた通り、この島のどこかに潜伏しているのだ。よいか、今回の目的はあくまで対話だ。向こうが仕掛けてきたら一気に制圧する。レウニスさえ無力化すれば。前から思ってたけどよ、メリアってそれなりに場数は踏んでいるぞ。命を狙われるのも慣れ。え、女王様なの？女王だからこそ、そう珍しい話ではないのだ。身内に暗殺者がいたこともある。ごめん、言いたくない話させた。気にせずともよい。その過程で得た未熟な己を受け入れること、違いを認め合い、そしてメリアにそこまで言わせるってすげえ奴らが未熟であった私に一等大切なことを教えて。その人たちの思いを受け取っ、メリアはこんなに素敵な女王。どれほど時を経ようと色は、だからこそ私は信じたいのだ。絶望が終わりではないということ。よっ。あそこ見て。なんだか少し気にならない？はっ。おっ、珍しいものがあったぜ。ここは任せよ。我が名はメリア・エンシェント。話だと？殺しみの町。そなたが首謀者か？貴様に名乗る名などない。俺の信じてた世界は消えた。ケベスを倒せばそれが正しいんだって。これまで何人の仲間が死んだと思う？そいつらに言えると思うのか？お前たちは無駄死にだったって。冷静さを失ってる。でもメリアは任せろって言った。あんたが壊したんだ。アグヌスの女王と組んで命を砕き、生きた意味を汚し。だからあなたも。そうだよ、こんな世界。言いたいことはそれだけか？動くなと言って。メリア！そちらこそどういうつもり？なぜ攻撃をためらう？黙れ！そなたたちは世界困惑しながらも生きようとしているのだ。黙れ黙れ黙れ！Just
そうやって俺たちを。何？知ってんだよ。あんたら女王は俺たちよりずっとずっとな。それってもう人じゃないだろ。だから俺たちの人だよ。傷つけば痛みを感じるし、ミオ、だからこうしてあなたの話を聞、あなたを知りたいから。な、長く生きられる。長く生きてたってみんな同じ命なんだよ。もうよい。そなたの思い、あんたもしかしてケベスの士官にも同じこと。メリアが人じゃないって。ああそうだよ。あんまりお気楽で人でなしはあんた。じゃあどうすればよかった。本当に正しいことを教えてくれよ。今教えてやることはできぬ。誰かに与えられた正しさでは何も測れぬと気づいたのであろう。あ、誰かを憎まねば生きられぬというのならこの私を憎むがよい。だがいずれは一等大切なもののために生きるのだ。そなたと仲間たちがそうであった。そんなもの、もうそうでもないぞ。そなたは生きているのだ。大丈夫か。言ったはずだぞ、荒事には慣れていると。それに何もできず。メリア、皆の悲しみ、悔しさ。あ次の場所へ向かうとしよう。メリア様、忙しい時にすまない。慰問の話を聞いてきたのだが邪魔をしてしまっただろうか。とんでもない。みんなあなたに会える日を心、こうしてまみえる日を長く苦労をかけてしまったな。すべてこの日を迎える。無駄なことは何一つなかった。慰問のお話でしたね。メビウスとの決戦を前に各々が備えを進めていますが、何しろ世界の命運をかけた戦いです。不安から皆張り、平常心を失っている者もおります。無理もない。どれほど崇高な理念を掲げよう、目指す未来と失うかもしれない今。そんだよな、生きて帰れるって保証なんかねえもんな。ささやかで構いません。どうか。承知した。うまくできるかは分からぬが、いや、シティの案内は任せてくれ。前はそうしてもらえると助かる。良い機会だ。町の様子を見ていっても。ぜひそうしてください。セントル大通りはどうかな。あそこなら人も多いし。ああ、異論はないのだが、中には女王を熱狂的に賛美する者もいる。しつこいようなら剥がしてやってくれ。ん、分かった。コロニーともキャッスルとも違う。ここにも暮らしがあるのだな。私も最初びっくりした。見たことない人とか初めて見るものがたくさん。その時のユーニを見たかったな。やだよ、恥ずかしい。メリアはあまり驚かないんだな。驚きより懐かしさの方が増す。ここにはかつて触れた技術や人の営みを感じる。あんた、いかにも私が。目、やはり一目見てわしにはすぐわかった。やっと追いついた。ジジイ死ぬぞ。
心配せずとも直死ぬわ。わしはこんな、みんなもそう。そうとも。まさかお目にかかれるなんて。お腹空いてないかい？うちの名物料理。そんなもんよりもっとお見せすべきものがあるだろうが。もう一回言ってみな。二度とうちで飯が食えないようにしてやる。はい、幼い、喧嘩しない。女王様びっくりしちゃうからね。キャーキャー、クライト様。なんだこの人だかりは。多めに見てやってよ。真の女王の奪還はだけど、多くはその瞬間をはずだったのに、今それを目にし、こんなの興奮するなって方が無理だよ。みな、今日まで本当に世話になった。変わることのない人の営みを再び目にできと。そんなの当たり前ですよ。おう、この命ある限り何十年でも戦い抜く。こっちには女王様やウロボ。力を合わせてメビウスを倒そう。もう心配なさそうだ。ああ、すげえな。何十年か。こっちは10年生き抜くのもやっとだってのに。俺たちからそりゃあんたらのがすごいよ。限られた時間で。ん？時間が限られてる。それより40年も50年もたっちょっと遠く感じると。優に。あ、そういや、語り部のじいさん。語り部？シティの生き字引って言われてるご老体がいるんです。とにかく好奇心旺盛でさ。結構な年だからな。メリア様に会えなかった。なんと、その御仁はどちらに？マジか。そりゃ喜ぶだろうけど。私が会ってみたいのだ。わかった、メリアが。語り部じいちゃんなら多分あそこお気に入りみたいなんだ。シティの生き字引か。話が弾みそうだ。どんな話をするつもりなんだ。なんじゃ騒がしい。また誰ぞ死んだかの。そうではないのだが。ほう、メリアちゃん。バカな、何が起きた。死んだのはわしか。だとしたらここはどこじゃ。シティのミティア展望台だって。驚かせてすまない。見識の深い御仁がいると聞き話を聞いてみ。なるほどって、そんな夢のような話があるか。これは夢。おい、そこのウロボロス。わかった。気を確かに持つのだ。ランツ、加減はしたって。とにかく少し。そうかそうか、イモンで。なんたる幸運、撲殺されても悔いはない。あんたが殴れっつったんだろ。長生きはしてみるもんじゃの。目して、何が聞きたいのじゃ。気になってたんだけど、最初に会ってすぐメリアのこと。当然じゃ。ここシティには様々な文献が残っておっての。真の女王についての記述もある。この澄み切った眼を酷使し。じゃあメリアのことにも。もちろんじゃ。たとえメリアちゃんはピカピカした昆虫が苦手じゃ。なぜそのようなことを知っている。虹色タガメが大の苦手という記述が残っておっての。今は絶滅しておるが、推察するに体内で生成した分泌物によって発光する。よせ、解説するな。思い出すだけでと。他にもまだまだあるぞ。やめろっての。私が聞きたいのは。むしろなんじゃ。その
何十年も仲間との別れとかしんどいこともな、それって死にそうにつらい。じゃが生きるとはおしなべて、そんなものじゃなんとかならないのか。どうしたんだユイに。知っときたいんだよ、長く生きる私の知らない時間をいっぱい抱えて、それでも私は置いてかれるばっかりで、けどそばにいたいんだ。気持ちユイに。そんなことかん、悪い、うまく言えねえ。たとえ愛した者たちが今寂しくても辛いと思うことがあって、大好きな人が大事にしたかったものを守れる、その誇らしさが力をくれる。私はノアやミオとはまた生き方が異なる、そんな風に思っているぞ。ほー、メモメモせねば。それにユーニがこうやって多分ずっと忘れないよ、この気。俺もそう思う。だから特別な何かをしよう、いつものユーニでいてよ。その方もうなんだよ、二人して急に恥ずかしくなってきたじゃんか。誰もそなたを置いていったりしん、遠くにいると思うなら声をかけてみればよいの。メリア、もしか。そういうことじゃ、頑張れよ若者たち。なんであんたが締めんだよ。メリアちゃん、握手してもらえるか。無視か。私でよければ。わーい、これで心置きなく死ねるぞ。はあ、こんなんで博識とか絶対。人生とは無情な旅路じゃ、全てに価値を与えるもの。おじいさん、お前さんはすでに持っておる、お仲間は。それモニカも前に言ってたんだよな。愛ほど伝えにくく。覚えておくよ。さて名残惜しいが、そろそろ次へ。またお会いしようか。ええ、良き旅路を。これで全て回ったな。キャッスルに戻ろうか。メリア様、お帰りなさいませ。留守の間問題はなかったか。はい。頭は冷えたようだな。気がついたのです、いかに忠義を尽くそうとメリア様のお顔を曇らせてしまっては意味がないと。そなたはこうと決めると思い詰めすぎる。が、改善いたします。期待しているぞ。いかがでしたか、世界の様子は。いつの時代も人は変わらぬな。どんな因果の流れにあろうとも、抗う尊さを捨て去ることは愚かだと、そう実感させられた。かつてのように。またあの寂しそうな顔。今という時間はかつての仲間たちが命を賭してつないだ未来だ。その未来を守れるのなら、私は喜んでこの世界の礎となろう。そんなの嫌だ。私はメリアを大事にしたい。ユーニ、今回俺も改めて気づいた。メリアは女王としていつもみんなのことを考えてるけど、じゃあ誰がメリアを大事にするんだ。そんな風にしてもらっても嬉しくないよ。私たちの中にメリアがいなきゃ嬉しくない。メリアが私たちを思ってくれるように、私たちもメリアを大事にしたいんだ。
メリアはこの世界に必要な人だ。でも世界のために生まれてきたわけじゃない。それはそうだが、そうなのだが、俺でよければいくらでも力を貸すよ。あなたが女王だからじゃない、この世界で生きている同じ仲間だから。一緒に生きよう俺たちと。メリア、その役目僕らにも手伝わせてくれないか。私たちならどんな苦難も乗り越えられるわ。ああ、そうだな。私はどれほどの時を生きても皆から教えられることは多い。この手にできぬものもあれど、それが全てではないのだと気づかされる。見失いそうになるたび、何度も何度でも、私は本当に過保護者だ。やっぱこうでなくちゃな。メリア、ありがとう。ずっと俺たちを諦めないでいてくれて。諦めたりするものか。互いに使命を果たそう。そして未来を。ああ、一緒につかもう。みたいな。